ヒメノスポルム属はトベラカノ属の一つで H フラブム一種のみで構成されている単タ,タの属である。属名はハイマノトスポーラムの合成語で種子に薄い膜状の翼がついていることによる。種名は黄色のの意味でこのトガでは珍しい鮮やかな黄色の花が咲くことによる。オーストラリア北東部の熱帯雨林に原産する受光5から8メートルの高木で 野生のものでは15メートルに達するものもある。葉はおおむね五星し長さ8から15センチメートル、幅5から7センチメートルあり、楕円形、新緑色で光沢がある。五弁花は直径5センチメートルくらいで、黄色だが、芯に近い部分はやや色が薄く、強い香りがある。寒さにやや弱いが、東京より南の地方なら、大体屋外で栽培できる。 種は英国などではポピュラーなもののようでインターネットで入手できる。種まきは3月から5月で発芽庭に3ヶ月かかり、発芽率もあまり良くないが、気長に管理すれば2、3本は発芽することが多い。日向、または半日陰の有機物に富んだところを好む。欧米の比較的暖かい地方では庭木として植えられている。蜜が豊富で、 蝶や蜜蜂がよく飛来する。ありがとうございます。